お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回ね、あのー、久しぶりの実写なんですけど、クラロアリーグイーストね、スペシャルシーズンが終わりました。というわけで、そのね、振り返り動画撮っていこうかなと、思います。はい。というわけで、えー、そうですね。まず、軽いキック報告でした。ポノサ4位ね。はい。終わりました。8チーム中の4位かな。はい。で、終わったんですけども、報告ほんとそんだけですね。で、 あのー、まあ、応援してくださった方はですね、ポノスを応援、そして、ま、僕自身のね、応援してくださった方が皆さん本当にね、ありがとうございました。で、応援してくださったのにもかかわらずね、まあ、僕自身全然期待に応えられなかったっていうのは、えー、すいませんでした。うん、やっぱりね、こう、皆さん応援して、やっぱくださってるのに、応えるのが僕たちのま、まあ、仕事というか、 まあ、なんて言うんですかね。まあ、答えるしか僕たちの、こう、ね、会社はできないんでね。はい。まあ、そこに答えられなかったのはマジでね、申し訳ないですね。で、あの、そうですね。マジで喋るの僕苦手なんで、若干ね、メモにまとめてきたんですけど、あ、そうですね。はい。あの、期間中、まあ、リーグ期間中通して、まあ、インスタとか、ツイッターとかで、めちゃくちゃですね、 めちゃくちゃあの応援コメントとかをいただきましたね。DM かなはい。通して頑張ってくださいとか、僕自身今回全然ね、勝ててなかったんですけど、まあ苦しいと思うんですけど、こう、次こそはとか、いろいろね、励ましのコメントもらって、これがマジでね、僕の助けにはなってましたね。あの、本当かってなるんですけど、あのー、やっぱ僕自身今回本当にマジで勝ててなくて、すごいね、 自分を肯定するものがやっぱなくなっていくんですよね。そう。負けてばっかで。うん。いや、そうなんですよね。で、こう、辛い時期がすごいね、やっぱあるんですけども、そういう時にね、こう、ベッドでね、携帯触ったりしてる時に、こう、コメント見て、ちょっと似合うみたいなこともありましたし、まあ頑張ろうとか、あの、本当に今日は絶対やってやるぞとかね、そんな感じでね、すごい、あの、僕をね、なんとか、 肯定することができるというか、こう頑張ろうってね、すごい思う気持ちにね、え、なりました。それもね、全部あのー、コメントいただいて皆さんとかのね、おかげです。はい。本当にね、ありがとうございました。で、あのー、そういったツイッターとか、インスタとかのコメントは、基本的には目を通させていただいているんですけど、あの、ほとんどね、返信できてないかなと思います。まあ、ごくまでにね、あのー、返信させていただいてるんですけど、ほとんどね、できてないと思うんですけど、目、目はね、通させて、 いただいてるんでまたね時間あるときにでもね返せたらいいかなと思ってますはいありがとうございますという感じですねでういろいろ話そうと思うことがあるんですけどあーそうですねまぁ、あ、あとは今期あの僕全然勝ってなかったんですけど本当にマジでチームの足を引っ張ってたんですけども うん、まあ、だからこそ、結構ね、YouTube とかで、とか、まあ、僕、まあ、自身のチャンネルとか、まあ、いろんなところでね、すごいね、僕、今回叩かれたんですよね。本当に、人生で、ここまで叩かれたことないですね。本当に、人生1、まあ、僕20年しかまできてないんですけど、20年で一番今叩かれてまして、はい、あの、まあ、普通にね、ラットのせいで負けたとか、まあ、雑魚とか、ま、いろいろね、こう、すごい言われてますけど、 あの、僕に言ってくださるのは別にいいですね。まあだって、別にそれは間違ってることではないので、まあなんですけど、まあ僕が悪いことなんでね。はい。なんですけど、こう、なんていうんですかね、僕の領域じゃない他の場所っていうんですかね、他の人の、こう、チャンネルであったりとか、他の人のツイッターであったりだとか、こう、うーん、なんかね、あとはみんなが見るような場所で、こう、他の人を、あのー、 に、他の人にか、不快感を与えるとか、一時こう迷惑、やっぱそこの場所でなると、他の人たちがやっぱね、こう、いい思いをしなくなっちゃうんで、他の人たちに、こう、迷惑をかけないようにしてほしいですね。なんで、こう、僕のね、YouTube チャンネルとか、ま、ああの、僕の Twitter なり、あのー、うーん、まあ、僕の不快とか、ま、あ不快の時にね、僕に直接言うならもうね、なんも、いくらでもいいです、別に。いくらでもいいわけではないんですけど、 あのー、まあ、そんな感じでね。他の人にはマジで、ね、迷惑をかけないでほしいですね。はい。あのー、というのが、まあ、ありまして。まあ、でも僕も、あのー、人間なんでね、本当に。そこはちょっとね、吐き違えないでほしいですね。あの、プロなんだから叩かれて当たり前っていうのは、すごいなんかこう、まあ、言われると言いますか、当たり前だと思われてるんですけど、まあ、プロなんだから負けたら叩かれる。 でも、別に、勝つ人と負ける人もいますし、僕らも人間なんで、まあ叩いてくれるのもいいんですけど、あの、そうですね、叩い方を間違えないでほしいですね、ちょっと。僕も一応人間なんでね、一応。本当に。その辺にいるただの学生なんで、学生っていうかあの、人間なんでね。やっぱ傷つくんですよね。 あの、すごいですよ。僕のメンタル、皆さん最強だと思ってるかもしれないですけど、僕だってメンヘラになりますからね、な、なんなら。はい。あの、僕、YouTube 出し始めてた時とかに、まあ、ブスだの、陰キャだの、声キモい、気持ち悪いだの、いろいろ言われましたけど、まあ、そんなの可愛いですね。いやそんなら、今、思い、思ってるのがすごい可愛いですけど、あの、まあ、皆さんもね、あの、さすがにいろいろ暴言をこう言われて、 いい気持ちになる人はね、あんまいないと思うんですよ。まあ僕も相当ひねくれてますけど、まあ、ひねくれのひねくれのひねくれぐらいひねくれてないと、あえぐいぐらいのこう暴言言われて嬉しい人はね、あんまいないと思うんでね。はーい。ちょっとやめていただけるといいかなというか、まあそうですね。その、まあ考えて、はい。発言してほしいなとは思いますね。まあ僕に言うのは全然いいんですけどね。はい。死なない程度ね、僕が。はい。と いう感じですね。で、多分一つ皆さん気になってることとして、あの、僕自身全然ね、勝ててなかったんですけど、それでも試合結構出続けてたんですよね。そう。そこをますあの、普通だったら、なんで負けてるのにとか、まあ、今季全然勝ててないなら、試合出なくていいじゃんってなるんですけども、あの、そんな中でも試合出てたことについて学なんですけども、 まあチームでもまあいろいろありますけど、まあなんか大きなのとしては、まあですね、僕も客観的に見たときに、こう次の試合は僕出さない方がいいっすってこう、まあ言ったんですね。これは本当に言って、あのー、真面目にこう、他の人勝ってるし、僕を出すメリットがないんですよ。言ったら。今んところこう負けてて、 そう、勝つ可能性があるかもしれないんですけど、今んところ負けるんで、負けてるんで、他の人を出しておいたは間違いないんですよ。なのに、こう、言った時に、こう、チームみんながですね、あー、なんか、あれですね、だかラッさんには波に乗ってもらわないと、みたいな、とか、<laughs> すごい軽いですね、この発言は。とか、まあなんか、こう、 結局優勝するには出てもらわないと困るからとか、結構ね、そんな感じの言葉はね、すごい言ってもらえたんですよね、チームメイトに。はい。それはね、めちゃくちゃ嬉しくて、で、ま、なんか、出させていただいたって感じですかね。本当にあの、リーグ途中に僕今シーズンも一回も出ない、あの、ま、出たかったですけど、今シーズン、あ、これわりもう出ない方がいいなというか、うん。 まあやっぱね、こう、そんなに負けてたら、もうこれ以上迷惑かけれないんで、そう出ない方がいいなと思って、マジで今シーズン出ない方がいいと思ったんですけども、なんかそこでね、みんながね、出た方がいいというか、いろいろね、コメントというかこう言ってくれて、まあ試合に出て、こう、僕がね、こう負けてもそこをね、他の人たちが勝ってカバーしてくれて、 勝って、です。勝利とか。まあ、本当に今回そんな感じばっかで、僕が全然勝てなかったのを、あの、みんながね、チャンスを作ってくれて、僕の部分をカバーしてくれて、で、なんとか4位までかな。そう、いけたっていうので、うーん、そうですね。なんで、で、まあ、最後の試合とかもなんですけど、僕一応5セット目か、出ることにはなってたんですけど、VS ファブ戦か、 はい。あの、出番こずに終わっちゃったんですけど、あの、別に、ね、仲間が悪いとか、本当にそんなん1ミリもなくて、あのー、今回こそはね、本当に、こう、勝って、まあ、みんなに恩返しというか、こうね、ずっとカバーしてくれてたんで、ね、今度こそ、今度こそは、さすがに勝ってね、ここで勝てば流れにも乗れるし、あのー、みんなの、みんなへのね、こう、恩返しにもなるっていうので、めっちゃくちゃ、ね、 めっちゃくちゃ気合い入れて、あのー、謎に走ってましたからね、試合前僕、はい、ちょっと温まるためにね、あしったりもして、ちょっとね、いたものの、まあそのチャンスはなかったっていう感じだったんですよね、今回っていうのがあって、まあ、だから当たり前に思ってましたね、正直。そのリベンジする機会があるっていうのを当たり前に思って、よし、頑張るぞと思ってたんですけど、まあそういう出ね、今回なくて、まあその前にね、何回もあったんですよね。その前に、こう僕自身が、こう、 ま、みんなうーん、みんなへというかこう、チャンスを作ってくれて、みんながチャンスを作ってくれて、勝つチャンスがあったらいいんそこはやっぱ掴めなかったっていうのが、まあ、僕のね、今回の実力不足ですし、まあ、試合大きく、リーグ通して勝てなかったのが大きな実力不足かなと、まあ、思う部分がありつつ、まあ、やっぱ最後もね、すごい当たり前だと思ってたんで、自分の出番がある、チャンスがある、恩返しできるのが当たり前だと思ったのも、 まあ、まだまだ、なんか、ああ、当たり前じゃないな、当たり前じゃないんじゃなーっていうのも、えー、気づけましたね、はい。なんで、こう、まあ、スポーツやってる人とかも、もしかしたらね、同じような状況をね、経験した方ならね、わかるかもしれないんですけど、そうですね、数少ないんですよね、やっぱチャンスって。なんで、僕は今回それを結構逃しちゃって、うーん、 全然だったっていう感じだったんで、やっぱそういう、本当に、一回悪くないかどうかのチャンス。僕はそれが結構2、3回ね、こう、みんなが作ってくれたのに、もうかかわらず、それをつかま、ね、つかめなかったね。あのー、そういったものをね、ちょっと今度からね、も,もっともっとこう、逃さないようにしないといけないなと、えー、改めてね、思いましたね。はい。という感じですね。はい。まあ来シーズンね、くはるかわかりませんですけど、 次こそはね、本当にね、勝ちたいですね。マジでこう、みんなに迷惑しかかけてないんで、どうにかね、返したいですね。仮仮を返すではないな。なんか恩返しって言いますかね。はい。助けてもらった分ね、ちょっと、はい。今度はね、僕が、えー、いい感じにできればいいかなと思います。はい。まあ、リーグ終わったんでね、ひとまずオフシーズンなんで、まあ、全然クララもやりますが、 まあ、マルチかな。マルチ、一桁取りたいですね。一桁取って、一桁取りたい。本当に一桁取りたい。一桁取れば、ちょっとね、また変わると思うんでね。はい。まあ、頑張ろうかなと思います。まあ、頑張るのはねあ、僕あの、頑張るっていう言葉ね、あんま好きじゃないんですけど、なぜなら頑張るのは当たり前だからっていう思ってる、あの、ひねくれ者なんでね。はい。まあ、頑張るのは当たり前なんですけど、頑張らないと、勝てないんでね。結局、頑張っても勝てないんですけど、頑張んなきゃ当たり前に勝てないんでね。まあ やんなきゃって感じですね。はい。自分の課題もね、大体まあ見つかりつつ、まあ絶対これっていうのはわかんないですけど、まあいろいろ試しつつね、はい。頑張っていこうかなと、思いますんで、これからもね、ちょっと応援してくださる方がね、今すごい嬉しいですね。はい。いるかわかんないですけど、マジでリーグ終わったとかも、もうずっと応援し続けますとかいうコメントとかもね、めちゃくちゃいただいて、 嬉しい限りでございますね。はい。なので、あのー、これかられもね、応援していただけるとね、嬉しいです。<laughs> はい。というわけでですね、今日は終わりかなこんな感じで。あー多分ね、ちょっとあんまうまく喋れてないかもしれないんですけど、はい。同じことばっかり言ってたら申し訳ないんですけど、あのー、またね、ちょっと YouTube もちょくちょく出していこうかなと思いますね。はい。というわけで。 終わります。いやーまじで、勝ちて、世界一になりたいっすね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。